ー研究家の中澤武史です。どうも、リューマオカルトチャンネル2代目編集スタッフの菅光陽です。はい、ということでですね、今回はあの2代目、こちらのユーマオカルトチャンネルの撮影と編集を去年の7月からですね、はい、担当してくださっている菅光陽さんの、はい、ご自宅にお邪魔させてもらって、ちょっと撮影させてもらっているんですけれど、今ね、いつもはね、あのカメラの後ろで菅さんスタンバってくれてるんですけど、なんで今僕の隣にいるかというと、ちょっと僕はあのやっぱユーマオカルトチャンネルっていうのは、まあ、何回かね、あの動画の中でもそういうお話してるんですけど、はい、僕はこのチャンネルがそのユーマというものに興味を持ってくれる入り口になればいいなっていう気持ちがあるんですね。まあ、これユーマに限らずですけど、そのマニアックなね、趣味とかを自分の好きなものを発信するときにどの層に向けるかっていうのがあるじゃないですか、うんうん、ウルトラマンとかゴジラでもそうだと思うんですけど、あのライトな層に向けたりとか、もうめちゃくちゃ濃い人に向けてとか、うんうん、いろんなやり方があると思うし、僕はユーマに対してもういろんな、層に対するね向け方っていうのをやりたいんですけれど、このユーマオカルトチャンネルに関して言うと、あんまり今までユーマに接してこなかった人とかにも、ユーマって面白いんだなって思ってもらえればいいなっていう気持ちでずっと動画を、去年の3月から、配信させてもらっているんですけれど、実はこの2代目のね、このユーマオカルトチャンネルの撮影編集をしてくれている菅光陽さんっていうのが、まあ、初代のね、担当してくださっていた方が都市ボーイズのね、早瀬康弘さんっていう、もうまあ都市伝説界のもう第一人者ですよね、今やね、もうある種若手のトップランナーというか、まあ、稲川淳二さんがね審査員を務められてる怪談グランプリとかでもね2度もチャンピオンを取ってるような、まあ本当に心霊とか都市伝説とか、まあそういうオカルトの世界ではもうすごい方なんですね。もう知識もね濃いし幅広いし、でその上で早瀬さんっていうのはバラエティ番組の構成作家とかもやってるんで、あるそのユーマとかオカルトに対する情報を流す動画の撮影とか編集をする上では、まあものすごい最適的な方だったっていう感じだったのが早瀬さんだったんですけど、でまあそこから2代目でね、菅さんに、僕はちょっとあの担当していただくことになったんですけれど、もともと僕と菅さんっていうのがそのオカルトきっかけの知り合いじゃないんですよね。そうですね、はい、まあ僕はあの一応そのまあ小説とかの本も出していて、まあちょっと本当ね、僕程度の人間がそういうことやってるの本当はちょっとおこがましいし、いや本当依頼来た時は断ったんですけれど、最初来た時は断ったんですけど、あの作家講座みたいなことをやらせてもらっていて、その講師をやらせてもらってるんですよ、本当お恥ずかしい話なんですけど、でその受講生の方だったんですね、はい、そうです、はい、でその菅さんがご自身も YouTube のチャンネルとかもやられて、おもちゃとかが、ね、好きなんで、 そうですね、そのフィギュアとかを使った YouTube のチャンネルとかをやられていたので、あので僕もその動画いくつか見てたんで、林さんがまあちょっとスタッフ離れるってなった時に、2代目のスタッフさんを誰かにお願いしなきゃいけないっていう時に、菅さんどうですかねっていうふうに声かけたっていういきさつがあって、はい、もともと作家志望で、はい、まあ、僕の作家講座の、まあ、受講生だったし、あと僕の好きなジャンルで言うと、まあ、僕特撮とか怪獣とかが好きなんですけど、まあ特撮、そうですね、オタクなんですね、特撮の、はい、ウルトラマンとか、はい、ゴジラとか、はい、仮面ライダーとかが専門で、そうですね、そんなにオカルト詳しかったり好きだったわけでは別になかったんですね。そうですね、はい、はい、ということで、はい、まあ今ではねこう映ってんすか、こう土の工学会の T シャツでございます、はい、もともと僕菅さんの家に来るの今日で2度目なんですけれど、前来た時って本当周りにウルトラマンとかゴジラとかしかなかったんですけど、はい、実はこういう風にね、ツチノコの T シャツとか、あとここもね、まあ、これはあれかもらったやつか、まあ、そうですね、ホームページのね、先生とお揃いの、あと非常に分かりづらいんですけど、これユーマディンゴネックの着ぐるみをね、菅さんが自分で作った時のこれ、そうなんですよ、ディンゴネックの、はい、はい、お面を作りまして、はい、ユーマオカルトチャンネルのスタッフになった時は正直ユーマとかの面白さがそんなにまだ知らなかった菅さんが、気がつくとだんだんそういうものの面白さを気づいてくれたってことでいいんですかね。そうですね、はい、どんどんもう編集スタッフとして、はい、ユーマとかに関わっていくうちに、うん、
もう良さに、もうズブズブと、もう言うまぬまにですね、沈んでいったような感じでございますね。はい、今回ね、僕この動画の中で、お伝えしたいというか、あれなのが、まあ、先ほど言ったように、前回、半年以上前、ここ来た時には、なかったんですけど、久々に来たら、ユーマのおもちゃとかも、もともとおもちゃは好きなんだけど、はい、ユーマのおもちゃとかをね、そうですね。ちょっと変わっていたので、はい、今までね、そんなにユーマとかの魅力が知らなかった人がだんだん気づいてきて、こんなのも買うようになったっていうのをちょっとね、お伝えできればなと思って。はい。はい。はいはい、では、まずはですね、こちらですね。はい。さあ、貧乏星人と3メートルの宇宙人。これはもうあれですね、どちらも過去回、ユーマオカルトチャンネルを紹介した、まあ、いわゆる宇宙人ですよね。はい。のフィギュアか。はい。これあれなんですよね。昔2000年代かな、僕も結構集めてたんですけど、チョコベーダーっていう、いわゆるチョコエッグみたいなものの中に宇宙人と宇宙人の UFO のミニフィギュアが入ってるっていうのがあって、僕も結構夢中になってそれを集めてたんですけれど、その時にチョコベーダーの方でそのお菓子のおまけじゃなくてデラックスでね、人形を出してたんですよね。で、僕はチョコベーダー結構買ってたんですけど、デラックスの方買ってなかったんで、はい、あ、これが実物なんだってちょっと感動したんですけれど、これをね、カンさんが普通にまあ、ツイッターとかで見てたら、はい、それまでずっと仮面ライダーのフィギュア買ったとか、イズちゃん買ったよ、かわいいとかしかツイートしてなかったのに、急に宇宙人のフィギュア買ったとか、あれと思って、はい、あれ今までの趣味にはないものに買い出したっていうのを、これをツイート見た時に、おーってなったんですけれど、はい、で僕やっぱちょっとそこでやっぱカンさんなんだなと思ったのが、どっちも特撮好きなんですけど、例えば僕は、まあ、あえて派閥を作るんなら、僕は怪獣派閥なの。ゴジラとかレッドキングとか、あいつらが好きなんですよ。うん、で、ヒーローよりも怪獣だし、はい、もっと言うと僕はまあ、同じ怪獣図鑑には載ってるんだけど、成人枠ってのがいるじゃないですか。いますね。バルタン星人とかね。そうですね。で、カンさんはザラブ星人が一番。そうですね。ザラブ星人が。もうザラブ星人がいっぱいいろんなところに見えるんですけれど、はい、で、やっぱ僕も、僕の中ではね、宇宙人、的なものも、まあ、実際に目撃されている宇宙人っていうのはユーマの一種だと思ってるんですけど、はい、まあ、ユーマが怪獣だとしたら、怪獣図鑑にバルタン星人が載ってるように彼らもね、ユーマだと僕は思っているんですけれど、はい、やっぱカンさんはまず宇宙人から手を出したんだ。そうですね、うん、宇宙人から手を出して、はい、まあ、それこそ僕が小さい頃もそのチョコベーダーあったので、うん、なんかそのユーマオカルトチャンネルでそれこそフラットウッズモンスターとか雲母星人について触れていく中で、うんうん、なんか、あ、そういえば昔あったよなと思って、うん、ちょっとチョコベーダーシリーズを再び買い集めたっていうような感じでね。なので、まあ、フィギュアだけじゃなくて、チョコベーダーの当時出てたゲームボーイアドバンスのゲームもちょっと買っちゃって、これチョコベーダーはいわゆるチョコベーダーと、はい、あとアイスも当時出てて、あ、それは買ってたんですけどね、僕ゲームもね、はい、出てるのは知ってたんですけど、まず何系の格ゲーじゃないな知ってるんですか。格ゲーではないです、うん、RPG ですね。 RPG なんだ。なんかポケモンとか妖怪ウォッチみたいな感じで、まあ、ウモ星人とかフラットウッズモンスターと一緒に冒険をしながら、うん、こいつらを出して戦うみたいな。何と戦うんですか。まあ、なんか敵も宇宙人なんですけど。宇宙戦争やってんの。そうです、そうです。味方なんですね。あ、味方なんです。ウモ星人とか。味方なんです。まあ、実際のウモ星人事件もね、ウモ星人悪いことしてないですけど、宇宙人に手紙とか送ってきて。そうそうそう。まあ、フラットツモンスターもあれ見た人が勝手に逃げただけですからね。そうそうそう。襲ってきたわけじゃないから。なるほどね。はい。そう、だからゲームは出てないんだけど、どういうジャンルかも知らなかったんで、はい。遊んでるんですね。はい、遊んでますね。宇宙人系他にもなんかチラチラ。そうですね。あとはまあ、前にこのチャンネルでも紹介した、恒星人のソフビが、うちにもありまして、甲府事件で目撃されて、はい、これなんかでも僕が持ってるやつと色が違う。そうなんですよ、はい、実はこれ世の中に一つしかない、ということ、チョコレートカラーでして、はい、これまあ、ザクレスホビーさんが、はい、前にツイッターでちょっと、はい、キャンペーンをしてまして、はい、でそれに、まあ、応募したわけですよ。僕は普通にプレゼントキャンペーンで、はい、そうですよ、はい。で、まあ、その時は、まだザクレスさんとも全然面識がなかったんですけれども、応募したら、まあ、たまたま運よく当選しまして、で、その後にまあ、このチャンネルのザクレスホビーさんのコラボ会があったんですけれども、はい、その時初めてお会いした時に、はい、あ、
あなただったんですねということで。そうか、ジャクレゾミさんも会うまではカンさんが当たったカンさんとユーマオカルトチャンネルのカンさんが一致してなかったんですか。本当偶然だったんですね。本当に偶然なんです。あ、じゃあこれはなんかもう購入じゃなくて、そうです。抽選で。すごい。そうなんです。ちょっとやっぱ成人に愛されてる。そうですね。感がありますね。で、ね、このバッジもね。そうです。交付成人のバッジもその時にいただきました、ね。なるほど。宇宙人好きだなと思ったら今日久々に菅さんの家来たら、はい、玄関にミステリーサークルがあったんですよ。ああ、ありましたね。玄関にミステリー。そうですね。これね、あのマットがね。ミステリーサークルだったんです。そうなんですよ。はい、あのこれに一応あの商品についてたタグもあるんですけど、宇宙人が作ったって書いてあるんですよね。いいですね。ちょっとテンション上がる玄関。そうなんですよ。まあ、宇宙人はこんな感じですね。はい、今後も多分どんどんね増えていく。はい。まああのね特撮の成人と違って商品化自体があんまないんですけど、ちょっとねあのやっぱカンさんは成人派なんでね。そうですね。どんどんあの今後も実在する宇宙人の商品化もね。もっと出てほしいなと思います。なんかチラッと見えるんですけど、はい、あれは宇宙人じゃないですね。なんかあの人型の。はい。あれ、獣人系ユーマーですか？これはそうですね。こいつの名前はサスカッチ。お、あの、サスカッチなんですよ。あの、サスカッチだと思って僕も買ったんですよ。はいはいはい、はい。そしたら、ちょっと厳密に調べると、これあの、マーベルキャラ、あの、マーベルコミックスのヒーローらしくて、うん、あの、まあ、アイアンマンとか、キャプテンアメリカとか、スパイダーマンで有名なマーベルコミックスの、はい、まあ、ヒーローたちの中に、あの、カナダの、カナダ版アベンジャーズみたいな、うん、アルファフライトっていうあのチームがいるんですけど、うんうん、その中の、まあ、一人にサスカッチ。はい。これは、はい、まあ、あの、マーベルコミックのヒーローなんでしょうけど、はい、ユーマのサスカッチは当然意識してるわけですよね。そら。そら、そうでしょう。見た目もそうだし、ま、だって、これ普通に、まあ、ユーマショップなんてないけど、ユーマショップに、売ってても、あ、サスカッチだってなりますよ。まあ、なりますね。ビッグフットだってなりますよね。まあ、しかも、まあ、あの、一応カナダのヒーローってことなんで、うん、そうね、まあ。もう、もろそうだと思う。設定的にはどういうヒーローなんですか？ただ、こいつ自体が別にサスカッチってわけではなくて、ユーマじゃないですか、うん、正体は普通の人間なんですよ。人間の科学者なんですけど、その科学者が、まあ、特殊なガンマ線みたいなのを浴びて、この姿に変身したみたいな、まあ、いわゆるあの、ハルク的な。ハルクポジションですね。はい。ポジションで、まあ、サスカッチはね、日本でもあの、はい、僕も好きなゲームでしたけど、ヴァンパイアシリーズとかでもね、はい、あのサスカッチっていう名前でキャラクターに、まあ、あれはユーマのサスカッチをそのままキャラにしてるって感じですけど、はい、これはじゃあ設定上は人間がサスカッチのように変身したヒーロー。そうです、そうです。土の子なんかはね、はい、もうあのこの動画でも同じの、あ、はい、あのサンスマイルさんの、はい、これもあれですよね。でもあの、カンさん別に、はい、まあ、今だったら全然いただける関係性だと思うんですけど、はい、普通に購入したもんですね。あ、そうですよ、はい。普通に、買って、はい、ドンキホーテ2、3個ぐらい回って、はい、買いましたね。僕もそうなんですよ。保存用と遊ぶ用2個買った後に、サンスマイルトイズさんとお知り合いになって、その後何個もありがたいのいただいてるんですけど、その前に2個ね、すでに保存用も持ってる状態で、さらにプレゼントでいただいてるっていうね、はい、感じでありますね。こっちのコフィニアとかもあって。はい。はい。じゃあ、ユーマといえば、はい、今日ね、これ収録してる時点で、今日何日でしたっけ？今日は6月の20日ですね。あの、今日のうちに、なんとか処理っていうか、しときたいユーマものもあるんですよね。そうなんです。はい、実は、まあ、この動画でもまた何度か、そうですね、出てる、はい、この、まあ、チョコエッグですね。ユーマチョコエッグの36円引きで買ってるやつ。はい。はい、もうこれ特価品で、スーパーで安かったんですけど、はい。はい、あ、いっぱい出てくる。はい。これが、全部で、はい、6個？おぉ。6個あるんですけど。未開封のやつ。未開封の。はい。これがなんと、はい、賞味期限が6月なんですね。これをもうあと数日で、まあ賞味だからね。賞味だから、まあ食べられなくはないんですけど。僕も今日ここ来る前に賞味期限3ヶ月前のポテチ食ってきてますからね。別に問題はないとは思うんですけど。はい。まあ一応ね、はい、賞味期限中に食べといた方がいいんじゃないかっていうことで、はい、まああの、今日の動画内で、食べて中がね、はい、あの、これだからチョコベーダーと一緒で、チョコを食べると中にユーマのフィニアが出てくるっていうことなんで、あの、まあもちろん、ノー編集でその様子をお届けする気は一切ないんですけど、今食べてこの場で何が出るかな。そうですね。
ず一つ目。ん？はい。やってください。ドーバーデーモンの持ってないやつ。ん？お！来ました来ました。クラーケン。タコですね。うん。いつも思うんですけど、はい、あのユーマのね、波太郎っていう巨大魚ユーマを探しに行った時、地元で売ってる波太郎の根付けとか買った時も思ったんですけど、はい、クラーケンってでかいタコじゃないですか。ミニフィギュアになるともはやタコなんですよね。そうですね。でかいタコなんでね、それをちっちゃくするとね、もはやユーマでも何でもないんじゃないかっていうね。あの前のこのチャンネルのクラーケン会とかだと、うん、タコの性質を持ちながらイカの性質を持ってるっていう特徴があったかと思うんですけど、はい、もう9割9分もうタコみたいな感じですよね。作られてる感じがありますね、これは。ちょっとイカ要素が強いクラーケンもちょっと見てみたい。うん、はい。うん。なんだろう。ん？何出た？クラーケンで。これはすごいですね。今そこ2連続クラーケンが来ました。すげえ。ちょっとこれは。もうクラーケンについて話すことはないんで、もう参考にしてくれ。先生は食べないんですか？あ、食べていいんですか？あ、どうぞ、もう食べてください。一応人の金で買ったチョコだから。いや、もう。だから食べたいなと思って。いやいや、もう。すいません、いただきます。どうぞどうぞ。まあこれ、そうですね、これが売ってた当時、発売自体はもう去年ぐらいで、結構時間経ってるんですけど、その当時から、まあ結構いろんなコンビニとか回って、あの箱買いとかもするぐらい、このシリーズにはハマってて、だから当時めちゃめちゃチョコ食べましたね。もう一生分のチョコを食べたんじゃないか。でもちゃんと食べましたから、チョコは。ああ、そうね。あの、仮面ライダースナックのカードだけ抜いて捨てるとかせずにね。もうビックリマンチョコの、あの、ウェハースだけとかよく有名ですけど、ちゃんと。食べましたから。その結果この肥満体系ですね。かもしれない。ユーマ太りかもしれない。そこだけのせいでね。ラーメン風呂行ってるからですよ。ああ、かもしれないですね。まあそれでいろんなところを箱買いしに行って、本当にもうチョコ食べてたんですけれども、うん、はい、まあその時にあの回った店舗の中で、うん、あの丸庵商会さんっていう、僕もあの土の子のペンケースとか買いましたよ。はいはいはい、あのね、オカルト的なアイテムとか。そうですそうです。あの、はい、土の子探検隊のバッジとかも売ってるところなんですけれども、はい、で、まあ、丸庵商会さんがあのこのユーマチョコ一個大量に入荷したっていう情報を僕も SNS で見た。はい、ユーマチョコエクって、あの、発売された、発売日、僕らも事前にワクワクしてたんですけど、はい、発売日に行っても、あの、同じ日に発売されたトイストーリーしか売ってなくて、本当に発売されたのかってなって、SNS でユーマチョコエクとか検索して、どこに売ってるか、もうめちゃくちゃ検索しましたね。そうなんですよ。それで買いに行って、うん、で、はい、まあ、まず、とりあえず手始め、一箱買ったんですね。さすが、大人買い。大人買い。はいはい、1箱っていうのは何個入ってるんですか？確か10個ぐらいかな。10個入ってるやつを1箱まず買って、はい、で、でもまあ全然コンプリートできなくて、全10種ですからね。で、はい、でまあ、あ、それでまあそのチョコをマルアン商会さんの近くの、うん、まあ、ベンチか何かにね、あのこう、むしゃむしゃと10個チョコをちゃんと、あ、近くでもう確認したんだ。はい、もう完食して、で、まあ、もう、チョコって、あの、重いじゃないですか。うん、わかります。なので、もう、若干もう、胃もたれ気味になりながらも、も気持ち悪い顔して、マルアン商会さんのところにまた行って、すいません、二箱目くださいって言ったら、マルアン商会さんの方に、あの、本気で、え、全部食べたのって心配されたっていうエピソードも、あったんですね。冷やして食べ、取っておけばいいじゃんみたいな。ね、確かにそうなんですよね。近所でね、買えるんならともかく、あの頃本当に手に入る、意外とね、後になって僕も見つかったんですけど、やっぱここでコンプリートできなかったら、もう一回買いに来れるかとか、ね。そうなんですよ。なんかもう、無理に食べてでも、太ってでも、あの時は買いに行きたかった。ユーマのせいでどんどん不健康になってるんですね。はい。開けてみますか。はい。あ、でも、あ、もう食べてない。あ、まだ、さすがにね、そんな。あ、よかったよかった。クラーケンじゃなくてですね。そうですね、もう。チュパカブラが。あー、いいですね。もうなんかルールが変わって、あの、クラーケンじゃないのが出たら嬉しいみたいな、そういう企画じゃないんですよ。別に、クラーケン出ても嬉しいですけどね。
まあでもチュパカブラもね、結構立体化される機会が多い、ユーマなんですけれど、まあ僕もチュパカブラの、まあこの直撃のも持ってますし、チュパカブラのフィンギア何個か持ってるんですけど、チュパカブラこの何個かね、このチャンネルでも紹介してるんですけど、チュパカブラって目撃団によってビジュアルが全然違うんですけど、基本的に立体化されるのがちょっとグレーっぽいチュパカブラばっかりなので、もっと例えば翼竜っぽいやつとか、犬っぽいチュパカブラとかね、目撃団はいろいろバリエーションがあるんで、フィギュアもね、あのグレータイプじゃないのも出してくれたらファンとしては嬉しいなと思います。はい、ありがとうございます。はい、準備が整いました。はい、ちょっと僕もちょこしんどくって、はい、ちょっと取っておくことに、後でちゃんと食べる、後で食べるので、はい、はい、じゃあ開けます。お、なんか、お、いいじゃないですか。これはキノコです。はい、あと2個ありますね。そうですね、じゃあ1つずつ、1つずつで、チョコエッグ普通にうまいですよね。いや、うまいです。うん、本当にあのホワイトチョコと、あの、うん、2層コーティングになってて、うん、結構凝った作りになってるんですよ、うん、エッグ自体も、うん、で僕、まあ、ホワイトチョコ好きなんで、はい、普通に嬉しいですね。うん、はい、というわけでじゃあ同時に、はい、オープン。僕から出しますか。はい、ネッシーです。ああ、いいですね。いいじゃないですか。やっぱキングオブユーマネッシー、何個あっても困ることない。いや、もう本当ネッシーは何個あっても助かります。そちらはベン、クラーケンです。ね、6個中3個かもう2分の1の確率でクラーケンが。ユーマチョコエッグ僕も結構買ってましたけど、そんなに食らう権利って高くなかったイメージですけどね。こんな、いや、すごいですよね。すごいな、ある意味、奇跡なのかなみたいな。クラーケンと仲間たちみたいな。そうですね、クラーケン、まあ、というわけで今日出たのが、はい、まあ、クラーケン3つと、はい、ツチノコと、はい、ネッシーとチュパカブラ、はい、まあ、結構有名どころばっかり。そうですね。まあでもね、ドーバーデーモンのシークレットの一種類以外はね、あの、もう全部ね、そうです、方を持ってるということなんでね。はい、いや、だから僕もやっぱ嬉しいですよ。やっぱね、最初はね、ちょっと申し訳ない気持ちもあったんですよ。あ、これがね、カンさんに誘うときに、はい、中澤武のゴジラ怪獣チャンネルとか、中澤武の怪獣優勢思想チャンネルの撮影編集お願いしますとかだったら、ちょっと頼みやすかったんですけど、ね、やっぱ好きなのを知ってたから。まあ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 、でも、ユーマも、だって、割とね、うん、ネッシー、ツチノコクラスは知ってたけど、結構僕らの間ではメジャーっていうものも割とね、そうですね、ちょっと知らないものもあったので。そう、だから、まあ、エルバッキーとかもね、知らなかった。知らなかったです。まあ、エルバッキー知らないから詳しくないっていうのはどういう世界だと思うんですけど、いや、だから特に初期の頃はね、はい、あの、母さんがね、テロップとかも入れてくれるんですけど、やっぱ僕の発言を聞いても、あの、やっぱ専門用語だとね、そうですね、分かんなかったりするから、あ、それ僕は、だから結構でも、もう母さんが宅になってもう1年以上経ちますけれど、はい、最初の頃は結構僕もあの動画見せてもらったと、こここうしてくださいとか、ここのテロップこう変えてくださいとかいろいろ言ってたんですけど、はい、最近ね、お願いするところもだいぶ少なくなって、はい、なんか少しずつやっぱりユーマの話が伝わる人になってきてるなっていうのも感じてて、で、まあまあ、本当に好きにもなって、そうですね、僕別にユーマチャンネルやるんだから好きになって、ユーマのおもちゃとかも買ってくださいよなんて一回も言ったことない。自主的にね、そうです、こういうのも買ってくれるようになったんで、はい、やっぱあれですかね、まあ、カンさんもともとね、おもちゃとかお好きだったんですけど、はい、どっかでね、やっぱつながってる部分はあったって。そうですね、まあ、それこそ、うん、まあ、ユーマなんてチャンネルの中でも、うん、まあ、よくお話に出ますけど、その元々はその怪獣って呼ばれてたんだよっていうことで、うんうん、本当にそれこそ、まあ、昔の怪獣図鑑とか見たら、うん、ネッシーとかと一緒に、うん、まあ、レッドキングとかが乗ってたりとかもしてたんで、うん、まあ、そういう意味ではやっぱりその僕も現実に怪獣がいるといいなってぼんやりと思いながら、うん、まあ、思っていた子供だったので、うん、やっぱこうやってその現実にいるかもしれないユーマの、うん、まあ、謎を探っていくチャンネルに、うん、まあ、参加できてるっていうことはとても、まあ、光栄なことでございます。嬉しいです。いや、やっぱりだから昔はね、はい、カンさんもこのチャンネルのスタッフやられてて知って、それで知ったって言ってくれたんですけれど、昔は怪獣とユーマが同じ本に載ってたりしてたんですけど、うん、もうカンさんが生まれた頃はそうじゃないじゃないですか。そうですね。僕の頃もほとんどそんななかったので、
まあ、僕の世代もいわゆる特撮ファンとユーマファンってかぶってる人もいるんですけど、やっぱ別々になってる人が多いんですけれど、まあそのなんていうのかな、そのまあカンさんもやるのかな、まあサーフィンとかやってる人よりは、あ、特撮とか好きな人の方がまだ相性いいかなと思うので、そういうね一例として、おもちゃとか特撮が好きな人もこういう風にユーマ、ユーもうこんな風になっちゃったよ、そうですね、なんか一つのいい例ができたなと思って僕的にはその嬉しかったですし、ね、おもちゃとか好きな人はぜひ、ユーマのフィギュアとかね、いっぱい集めてほら、はい、これからね、まあハマり出したってとこなんで、そうですね、いずれはもうユーマホビー100連発会みたいなのがねできたら、だってウルトラ怪獣だったらこれ5000発紹介動画作れるでしょ、だからまあ いきますね、ユーマも100連発ぐらいはね、そうですね、残念ながらこのチャンネルではウルトラ怪獣5000連発は紹介できないんで、できない、ユーマチャンネルなんで、ユーマチャンネル、ね、ユーマのおもちゃもどんどん増えてくれると嬉しいな、はい、今後もいっぱい集めてユーマで楽しんでください、はい、ありがとうございます、はい、皆さんもユーマで楽しんでください、楽しんでね、今回も動画ご視聴ありがとうございました、コメント欄にですね、中澤武史にこのユーマについて語ってほしいとか、あとユーマのこういうエピソードが聞きたいとか、そういったものが、ありましたら、よろしくお願いします。